皆さんこんにちは、ブルーマンです。今日もオンラインクレーンゲームトレバーのプレイ動画紹介していきたいと思います。で、今回チャレンジする台こちらをやっていきたいと思います。初めて見る方たくさんいると思うんですけども、今ね、前の方がプレイされていて、こんな感じで手前側のねリングのところをアームで持ち上げると、この斧みたいなものがねこんな感じで持ち上がるんですね。で、これを振り払って落とすような形で、奥にあるね透明の箱にぶつけて、この箱を落とせば獲得になるっぽい台ですね。自分もこれ初めて見て、面白そうな台だなっていうことで今並んでるんですけど、こちら今回攻略していきたいなと思います。なかなかね、見ないリアルな設定なんですけども、こんな感じでねリング、まあ、2つあって緑と紫があるんだけど、どちらかで持ち上げるとこんな感じ、今ぶつかってねつるっと滑りましたけども、こんな感じで多分ね落としていくんだろうなと思ってます。これね、昨日かな一昨日かな、4月8日にプレイした設定なんですけども、多分その日に4月8日に登場した最新設定の台になるのかなと思うので、本当にね取り方とか最後どんな感じで取れるのかわからないままチャレンジしてみたんですけど、やっていこうかなと思います。こんな感じでね持ち上がってくれて、ぶつかったんですけどね、今動かなかったので、ここからどんな感じで攻めるのかなっていうのもちょっといろいろ試しながらやりたいなと思ってます。で、下にあるようにね、今ねこれ獲得0個なんですよね。まだ多分誰も獲得してない設定なんですけども、プレイチケット見てください。10枚あるのでこれで獲得目指していきたいと思います。で、ちょっとね左の方に寄せます。で、寄せることでこの斧みたいなものがねちょっと左側向くと思うんですよね。こんな感じで、てっぺんのところにぶつけるような感じで狙っていこうかなと思ってます。今ねぶつかったんだけど、あんまね動かなかったなと思ってて、ちょっとなんか回転させるような形、にすることで少しずつ取れるんじゃないかなと思うので、それ試していきたいと思います。なのでさっきよりもちょっと寄せて、右アームでリングをちゃんと持ち上げて、こうすることで斧が左の方向いてくれるので、これ横をね殴ってほしいんですけど、すかしましたね。これね気をつけてほしいんだけど、傾きすぎると届かなくなるね絶妙な設定なので、あんまり寄せすぎるのはおすすめじゃないですね。届かなくなっちゃうので、なのでやや真ん中ぐらいにしていきたいと思います。で、これね緑狙うか紫狙うかっていうのもね悩ましいんですけど、手前側掴んだ方がより上に持ち上がるので、緑の方狙っていきたいと思います。いい感じで真ん中でこんな感じ、いい感じでねてっぺんらへんにぶつかったので、ちょっとずつねこう斜めになって横向きになってくれてるんですけど、多分ねこれ真横向けば取れるんじゃないかなってねプレイしてた時思ってたんですよ。で、今チケットの枚数見てて、残りのチケット枚数全部使ってやるべきかどうかっていうのをね悩んだんですけども、もうちょっとやっていきたいと思います。で、真ん中ら辺にして左アーム使っていきます。で、温度が真ん中ら辺に来るので、これでまあてっぺんら辺ぶつかればね、どうかなと思ってるんですけど、なんとね獲得できましたね。はい、こちらのチミもでっかいぬいぐるみ、チビトラの梅干しっていうね謎のキャラクターゲットすることができました。多分これ最新設定の台になるかなと思ってて、多分まだ台自体存在するんじゃないかなと思うので、概要欄に、台のねリンク載せておくので、もしプレイされる方はね参考にしていただければと思います。でね、次なんですけども、今行われているキャンペーンに関してのお話ししていきたいと思います。で、この福袋お楽しみ袋登場というね、今こういう景品があるのは結構ご存知の方多いと思うんですけど、これ下の方に見ていただくとね、まとめて配送でプレゼントキャンペーンというのも行われているんですよね。これ中身何かというと、4月18日の火曜日、3時までに、まとめて配送ですね、まあ、景品3個以上を、一度にね配送して手続きをされた方には結構おまけの景品をあげますというキャンペーンなんですね。で、このキャンペーン自体は、まあ、結構というかたまにね行われているんですけど、今これが行われていて、今回、まとめて配送したので、この後何が送られてきたのかっていうのを話していきたいと思います。で、ちなみにね、これ下の方に書いてあったんだけど、合わせ取り対象景品が送られてくるということなので、まあ、実際にね送られてきたのもやっぱしょぼかったですね。で、それがこちらです。鬼滅の刃のマルチクロスだったかな。結構ね、あんま大きくなくて、まあ、20センチぐらいなのかな、の鬼滅の刃の、クロスが送られてきましたね。結構ね、期待してたんですけど、やっぱね、こんな感じでしたね。まあ、毎回ね、こういうキャンペーンあると、こんな感じのね、ちょっとしょぼめの在庫処分系のものが送られてくるんですけど、で、これね、ちょっと面白かったのが、実際に送られてきたこのビニールに当然包まれてるんですけども、
このマルチクロスの炭治郎の文字の下のところがね、黒くね塗られてたんですよ。でこれ金額がねここにね書いてあったんですけど、ちゃんとそこをね丁寧に塗りつぶしてくれてたんですけども、もうもろね光でねスケスケになってて、これ実際いくらだったと思います？これね700円でしたね、税とかだったかな。なので意外と高いんだなって思ったんですけど、今まとめて配送キャンペーンっていうのやってて、こういうものがね送られてくるみたいなので、ぜひ皆さんも3個以上まとめて配送してみてください。でね、自分ねこの炭治郎のマルチクロスだったんですけど、他の方がねどんなこの送られてくるのかとか、ぜひ教えていただければと思います。で最後がね生配信のご案内をさせていただきます。で一応予定なんですけども、明日火曜日の4月11日8時半から、配信したいなと思っております。もしかしたらちょっと時間ずれたりとか行って帰る可能性もあるので、正式な情報は Twitter とか YouTube のコミュニティの方でご案内していきたいと思いますけども、予定では明日の、ね、8時半から配信したいなと思っておりますので、もしお時間ある方は、お越しいただけると本当に嬉しいです。で最近ねちょっと動画の投稿とか、まあ、生配信も含めてですけども、なかなかできてなくて、ただトレバの方のプレイ動画とか結構獲得もねたくさんできているので、ちょっと時間が作れてないっていうのが理由なんですけども、動画の方とプラス生配信もね、やっぱりすごい自分自身楽しいなと思ってますので、やっていきたいなと思ってます。で楽しみにしていただいている方にはね、本当にちょっと動画とかも少なくなってしまって大変申し訳ないんですけど、これからまた、少しずつ生配信と動画の方もアップしていきたいと思います。で明日ねもしお時間ある方ぜひお越しいただければと思います。でチケット多分10枚ぐらいまたあるんじゃないかなと思ってますので、チケットでのね獲得目指してやっていきたいと思います。この間のライブ配信でねチケットでゲットすることができて、本当に視聴者さんのねコメントとかアドバイスのおかげっていうのもあるんですけど、やっぱ生配信ならではの楽しさとかもあるなっていうのはすごく感じてますので、本当にお時間ある方はぜひお越しいただければと思います。で、トレバ以外のね動画も結構たくさんあって、他のオンラインクレーンゲームのライブ配信とかも、プレイ動画の紹介とかも今後ねやっていきたいと思ってますし、かなりね動画の本数自体は本当に溜まってるので、いろいろねこれからやっていきたいなと思っております。皆さんからもねぜひ今後こういう動画見たいとかね、コメントあればぜひぜひいただければと思います。はい、ということで今回はトレバのプレイ動画と、まとめて配送キャンペーンのご案内と、そしてライブ配信の、ご案内させていただきました。ぜひね明日お時間ある方はご参加いただければと思いますし、他の方もぜひね他の動画でまたお会いできればと思います。最後までご覧いただきましてありがとうございました。それではまた他の動画でお会いしましょう。さよなら。